あ、じゃあそれじゃあ、コーヒー、こっちでコーヒー頼むともう必ず、もともと激山で砂糖も一緒に来るっていう。でもコーヒー、もはやコーヒーじゃなくて、なんかもう飲むケーキみたいな甘さ。はい、こんにちは。永遠に旅をしようというコンセプトで動画をアップしてるチャンネルでございます。最近はっていうか、もうほとんどですね、インドとネパールの動画しか上がってないんですけど、一番好きなのが、今はネパールがね、とても好きでですね、なんか日本語がおかしい、ネパールがとても好きなんですよ。もともとは4年前ぐらいかなに初めてインドとネパールに行ったんですよ。もともと3年間ぐらいずっとインドに行きたいって言ってて、本当にね、なんかずっと呼ばれてたんですよ、インドに。ね、ありますよね、呼ばれるって。そう、それでちょうどタイミングがありまして、じゃあ行くかと、呼ばれてるしってことで、インドに行ったんですよ。行ったというか、インドに行こうと思って、それならじゃあせっかくだからネパールからインドに陸路で行こうかなということで、まずネパールに、日本からネパールに行って、でネパールからバスと列車でインドに入国したんですけど、そう、そしたらね、ネパールがとても好きになってしまって、今に至ると。でそれ以来ネパールは3回か行ってて、いや最高ですよ。インドは北しか行ったことなくて、この今映ってる、これ ラダック地方っていうんですけど、北インドラダック地方って言って、もう本当に北の方、ずっとラダックをずっと北に行くと、もうパキスタンとの国境にたどり着くんですけど、そう、パキスタンとあと中国に接してる地域で、チベット文化がすごく残ってる地域がこのラダックっていうところで、そうなんですよ。インドはこのラダックと、あとはバラナシとか、もちろんデリーとか、本当北の方しか行ったことないんですよ。だからまだまだ、行き足りないんですけど、行き足りてないから、そんな、インド大好きって言っても、あんま説得力ないかなっていう、好きなんですけど、そう。って言ったら、ネパールもまだ全然行き足りてないんですけど、そうなんですよ。でもね、ネパールめっちゃ好きなんですよ。はい。ところが、現在ですね、新型コロナパンデミックのおかげで、もうインドにも行けないし、ネパールも、多分行けないんで、はい。なので、こうやって、過去の動画を見ながら思い出に浸ってるんですけど、そう、この映像は2019年の6月の最初かな、6月な初めにラダックに行って、ラダックの中心都市のレーっていう街で 220cc のアベンジャーストリートっていう、見た目はかっこいいインド製のバイクをレンタルして、はい、走ってた時の映像ですね。1日1500ルピーでレンタルできたから、なんかね、聞いた話だけど1日700ルピーでレンタルしたっていう人もいたから、僕はちょっと払いすぎたかなって思ってるけど、それでも安いんで。で今走ってる道がちょうど横道に入って、なんかフラッと横道に入って、そしたらね、大きいお寺が見えてきて、今左端の上、真ん中ら辺に映ってる。あ、消えた。はい。リキル、チベット仏教ゲルク派の
ビキルゴンパっていうお寺ですね。まあ、たまたまかな、たまたまだったと思うんだよな。たまたまそう入った道がそのお寺で、うん、向かってるとこですね。そう、かなりあのラダックの中でもかなり大きいお寺で、うん、このお寺は敷地の中に少年僧の学校があって、でちょうど僕がねここに着いたタイミングがなんか朝礼が、朝のお勤めっていうのかな、朝礼が始まるタイミングで、まあ、それも見させてもらったんですけど、うん、そうっすね、なんかかなり格式が高いお寺みたいで、そう、あのチベットじゃない、ラダックはチベット文化がすごく残ってる地域なんで、チベット仏教のお寺が、古いお寺がたくさん残ってて、そうなんですよ。なので、まあ、お寺好きだったら本当行ってみたらいいと思います。お寺好きでバイク好きとかね、絶対いいですよ。うん、まあ、バイクもね、かなり簡単に借りれるんで、ほんとフラッとレンタル屋行って、ほんその日に借りれるみたいな。その日ではなかったかな、次の日だったかな。まあ、でもその日に借りれるところもいっぱいあると思う。うん。なんか、インドはロイヤルエンフィールドっていうバイクが有名、インド製のバイクで有名なんですけど、それだとねもうちょい高いんですよ、1日のレンタル料が高いし、排気量が 220cc じゃなくて 350 とか 500cc なんですけど、まあ全然220で十分かなと思って 220cc を借りましたね。まあでもロイヤルエンフィールドはね、見た目がすごいかっこいいんですよ。うん。で、インド人のツーリング、ラダックはインド人が結構ツーリングで訪れる場所なんですけど、彼らはね、大抵ロイヤルエンフィールド乗ってましたね。二人乗りとかで。うん。一人乗りだったら全然220で十分かな。っていうか、うん、全然行けた。うん。リキル、ちょっと読めないですけど、リキルモナストリー、ジュレー、めちゃくちゃ大きいモナストリー、お寺着きました。こうね、ちょ、脇道に何もなさそうな脇道に入っていくと最終的にこういうとこに着くんですよね。これはマニグルマ、マニグルマです。ちょっと休憩。ここはまあリキルゴンパっていう名前で、ゲルク派、あのチベット仏教のいろいろ宗派っていうんですかね、まあ、ニンマ派とかあって、その中のゲルク派っていうところのゲルク派のお寺で、まあ授業とか少年僧っていうんですか、授業とかもやってるみたいで、結構博物館もあって大きいお寺ですね。なんか中も撮影シティみたいなんで、ちょっとこれから中へ行ってみたいと思います。うん、眺めが素晴らしい。
これかスタチュー、象でかいな。後ろに横から見たらはしごがあるっていう。はしご、でかっ。めちゃくちゃでかいですね。眩しい。金ピカだから眩しい。うわー眩しいな。おどろおどろしいです。インドあるある量がめちゃくちゃ多い。いやこれやばいっすよ。ちょっと大きさ伝わるかわかんないですけど、まあ伝わんないか。めちゃくちゃ多い。パクチーの匂いがする。これで200ルピーめちゃくちゃ多い。インドあるある、砂糖いらないって言っても甘いコーヒーが来る。あとこのコップ最初熱くて持てない、しかも甘い麦茶みたいな味。そうなんですよ、インドでコーヒー頼むじゃないですか。コーヒー頼むと、で頼む時にもう砂糖いらないって言うんですよ。僕ちょっと甘いコーヒーが好きじゃないんで、砂糖いらないって言うとなんかね、あブラックって頼むと大抵ね、ミルクなしで砂糖入りのが来るんですよ。砂糖いらないって言ったとしても、砂糖入りのが来るんですよ。そうなんですよ。インドでね、あんまり美味しいコーヒー飲めるところはなくて、あんまないっすね。あんまっていうか、ほとんどない。大抵ネスカフェの、ゴールドブレンド、インスタントコーヒー。でなんか面白かったのが、コーヒー頼んだらなんかストロングオアなんだっけ、ストロングオアライトだっけなみたいな感じで聞かれて、でストロングって言ったんですよ。そしたらインスタントなんか袋をペリペリって破いてさっさって中の粉を入れるタイプのインスタントコーヒーで、それを2袋使ってくれて、そうなんです、それがストロングらしいですね。だからライトって言ったら一袋だけなのかな。でも値段は変わんなかった気がするんだな。そう、インドあるあるですね。まあ、ここら辺はなんかあんまりツーリングしてる人に合わなかったんですけど、もっと違うエリア行った時は結構インド人バイカーたちが多くて、そうなんですよ。で彼らとすれ違う時にハンドサインっていうんですか、僕日本じゃ一回もやったことないけど、そうこうラダックではね、バイカーとすれ違うたびになんか親指を立てたりハンドサインっていうのをやって、初めてやったんですけど、
そう。でもね、あのオフロードのすごい危ない道とかでもハンドサインしてくるから、ちょっと今それどころじゃないんだけどって思いながらハンドサインをして、そうなんですよ。だ集中してねハンドルを握らないと本当に死ぬんで、まあ、この映ってる今映ってる道はかなり安全なんですけど、そうです。まあでもこの道でさえこう景色に見とれて、この横の砂利とかに、あ、そう今もなったんですけど、横の砂利にね突っ込んで転びそうになることもあるんで、はい、まあ、ぜひバイク好き、お寺好きはララクへ行ってみてください。ということで、じゃあチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。